ボリンジャー・オールンという名前に変更しまして、このインジケーターのね、設定値を、このインジケーターの設定値を、ちょっと見えるかな。設定値をですね、モード0にしますね。で、これ、週にするんですね。そうしますと、ここを両サイド、ボリンジャーバンドの、2シグマから戻ってくるとき、突き抜けて戻ってるとこを見て、ここで投資するわけですね。ここら辺でね。で、ここら辺で投資して、この中央にぶつかったとき。決算するってわけですね。こうなって突き抜けるところだから、ここら辺ですね。ここら辺で見て、で、決算が、ここですね。いつも決算するってところ。この頂点ですね。この頂点で決算するんですね。で、これ上行ったら、これもここで決算。ボリンジャーバンド。はじめここ来るで、戻るときね、こう戻るときにちゃんとね。ですから、ここですね。ここら辺で打って、今度またここで計算する。で、これもここでぶつかって、上がって、ここら辺で打って、で、戻って、ここで決算す。いつもこの繰り返し。で、ここにまた2シグマに使って、戻る、ね。ここら辺で打って、ここで決算する。これ全部その繰り返しですね、これね。この2シグマにぶつかったから、これは戻るとき、ここでね、取引して。で、こう行って、ここで計算する。ここは儲けなかったですね。戻るとき、ここですね。ここで取引して、ここら辺で決算するとかね、利益取ってね。